光って、1秒で何光年、いや違う、ちょっと、30… 30… 何光年、ちょっとわかんない、光年は違う、光年じゃない、うん、1秒間に、多分これぐらいだった、1秒間に30万キロビュッていくね、もうすげえ速い、1秒で30万キロ、むっちゃ速いね、これちょっと確かな数字じゃない、確か30万キロなの、1秒間に。で、これってあのアインシュタイン知ってるでしょ、知ってるかな、頭悪いけど知ってますか、知ってます、アインシュタインが、相対性理論って言ったのは知ってる、あれはまあいろいろあるんだけれど相対性理論いろいろあるんだけど、その中で一つ彼が言ったのは、とにかく光のスピードが変わんねえって言ったの、どんな状況であれば、暑かろうが寒かろうが、風が吹いてようが雨が降ってようが、とにかく光のスピードは一定だって言った、で絶対変わらない、光のスピード、とにかく1秒間に30万キロで、ここで問題だ、電車があるとするんじゃん、はい、で、彩香ちゃん乗ってるとするんじゃん、この電車に、はい、で、この電車が A の電車ね、これ A 電車、こっちに進むと、あ、まあ止まってるとしようか、最初は A の電車があるとするでしょ、進行方向こっち向きので、ここの高さが30万キロ、電車のっていうすげえ天井の超高い電車があったとするでしょ、ってなった時に、この電車の地面から天井に向かって、光を放った時に、この光が天井につくのって何秒後ですか、1秒後、そう、この時は、1秒で、光つくよね、で逆に言うと、この光が天井についた時に、1秒が経ったってことだね、はい、この空間の中では、はい、天井についた時に、で問題はこっちなの、電車 B なんです、電車 B は同じサイズね、で彩香さんこう言ってるんですよ、はい、で電車 B は次動くんですよ、横に、はい、走ってんの、さっきは止まったけど電車 B はこう横に動いてるんですよ、はい、でこういうふうに動くの、絶対常に走ってると、すると光を打った時に、光です、まだ同じように、これまだ同じように30万キロでしょ、はい、光を打った時に光の軌跡っていうのは、これ電車ごと動いてるから、これが、天井につくことになる、こういう軌跡になるんだ、はい、動いてるから、動いてるから長くなるじゃん、長いってなった時にってなった時に A と B の光を、A の電車と B の電車同じように、せーので光をこうバーって打った時に、うん、イーチってなる、で、B の電車ではまだ天井についてないんだよ、だからまだこの辺なんだよ、光が、分かる？はい、1だからまだこの高さにしかまだ来てない、 B の電車、つまり何が言いたいかっていうと、電車のルールで言ったら、電車のルールは、光が天井についた時に絶対1秒経ったってなるよね、で言ったらここまだ天井についてないってことは、 B の電車ではまだ1秒が経ってないって言う、わかる、要は A の電車が光、天井についた時に1秒経った、B の電車も、天井についた時に1秒が経つっていうことなんだけど、 B の電車の場合は、こう動いちゃってるからまだ1秒経ってないの、 A の電車では1秒経った時に B の電車で1秒経ってない、つまり何が言いたいかというと、 B の電車、この空間は、動きが遅くなってると、時間の流れが超遅くなってると、で何が言いたいかというと、超すごいスピードで移動してしまうと、その空間に中にいる人っていうのは時間がもうこの空間の中ではすげえ遅くなっちゃうってこと、うん、で、これがもうそもそもタイムマシンの話なんだけど、うん、外では10年経ってるのに、その空間の中ではまだ1年しか経ってなかったとするんじゃん、じゃあその空間で、1年経って外に出た時にはもう外の世界はもう9年後に来てるってことだよね、みたいな感じですっげえスピードで移動したら、タイムスリップができると、すっげえ若くいようと思ったら、要はもう自分がもっともっと極端な話、外で100年経ってるのにこの空間の中ではまだ10秒しか経ってないみたいな、そうすげえ速い乗り物が あるとするでしょ、じゃあその乗り物乗って10秒乗って、はい降り立った時にもう100年後に来てるっていうのが、理論上いけると、はい、失礼します、はい、撮影してました、あ、全然大丈夫です、マイクを直すだけ、はい、でこれでも
結果が出ていて、電子時計っていう全く狂わない時計があるんだけど、はい、A の電子時計は地上に置いていて、 B の電子時計は戦闘機に乗せたっていうテストがある。で、用を挑んでバーってやったところ、A の電子時計では1時間経ってて、 B の電子時計はあの戦闘機走ってるよね、戦闘機に乗せてるんだ。で、バーって飛ばして飛ばして飛ばして地上に降りてきて、せーのでパッて見たら、A の電子時計では1時間経ってるんだけど、 B の電子時計では59分50秒ぐらいしか経ってない。つまり高速で移動、すげえスピードで動いたら時間がゆっくり進むってことで、言うとね、若くありたいでしょ。で、モテたいよ、なるべくなら。で、それで言うと、で、なるべく美しく若く、あのピチピチでありたい。で言うと、もう今この相川ちゃんよりもその辺のタクシードライバーとかの方がもう時間がゆっくり進んでるから、彼らの方が若いね。時間がゆっくり進んでるから。で、タクシードライバーよりもこれって横に早く動けば動くほどこの角度が緩くなるから、すげえ時間がゆっくり流れるんだけど、そのタクシードライバーよりも、新幹線乗ってる人の方が時間がゆっくり進んでる。なるほど。あのこう地上に止まってる人よりも彼らの方がすごいスピードで動いてるから、時間がゆっくり進んでる。だから彼らの方が若いの。で、新幹線乗ってる人よりも飛行機乗ってる人の方が時間がゆっくり進んでるから、うん、彼らの方が若いんだよ、うん、俺たちより時間、うん、俺らはどん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 老けてるから、彼らは全然ずーっとゆっくり進んでるから、だからスチュワーデスさん美人なんだよ。スチュワーデスさんはあのなんか綺麗じゃん、若くていつも、うん、で彼女たちは時間が超ゆっくり進んでるから美人なんだよ、可愛いの。ほんで言うと彩川ちゃんはじゃあ、だって彼女はずーっと飛行機乗ってるから、うん、時間がゆっくり。じゃあ彩川ちゃんはスチュワーデスになれば若くいれるんだけれど、今からむずくない？スチュワーデスなので、俺はあなたを助けたいんだよ俺は。ってなった時にもう無理なんで、今からスチュワーデス。でもなるべく高速移動してなるべく若くありたいよね。ってなった時に俺はついに思いついたんです。地球って丸いの知ってる？知ってます。知ってる？地球って丸いんだね。地球は丸いです。で、まあ軸があるよね。まあ、ちょっと傾いてんだけどね、はい、本当は。軸があって、まあこういうふうに回ってるよね。はい。で、地球って当然ね、回ってるから時速がある。あります。地球多分重くそ速いんだよ。戦闘機ぐらい速いんだよ、地球の時速って。ただ、速いって言っても、ここに住んでる人と、赤道らへん、ここに住んでる人、速さが違うよね。違います。だってこの人は1日にこんだけしか移動してないんだけど、はい、だからつまりここの一周って多分わかんないよ、うん、本当にここが北極点だとしたら、うん、もうここら辺に住んでる人はもう一周1メートルじゃん、1日かけて1メートル移動する北極点の人と、はいはい、1日かけてもう何地球のその直径分、直径分じゃない、あれ何、円周分、一番ほとんどかけて移動するやついるじゃん、こことここで時間、時速が全然違うの。で、結論何かっていうと、若く会いたいのであれば、モテたいのであれば、男とやりまくりたいのであれば、適当らへんの島に住んだらいいよって。じゃあもう本当にあなたはずっとスケベで、やりまんで、今後もやりまんでいられますよって話だよ。これが何でしたっけ？スケベ相対性理論。出た。毎日キングタック。ありがとうございます。